さあ、それでは万葉集の中に柿の本の人柄さんいっぱい出てくるわけであります。この人が本当に柿の本の猿と同じか否か、それを確かめるためにやっぱり万葉集の柿の本の人柄の歌を読んでいくしかないわけでありますね。で、まずこの歌から入りましょう。柿の本の遊び人柄、筑紫の国に下りしとき、海路にて作る歌2首というのがあります。そのうちの1首ですが、大君の原文は、唐の帝と有賀陽を島唐を見れば神吉おもほゆという歌が万葉集の304番歌にございます。やっぱり人丸の歌です。見てください、重要ですよ。あの天武の時に猿さんが阿孫になっておりますね。人丸さんもやっぱり柿の本の阿孫ですね、阿蘇美ですね。重要ですよ、この役職名、この回大事ですよ。だから同一の可能性高いんですよ、いつまでたっても。歌の意味見てください。大王、天皇の唐の帝と普通言われるんですがね、都から遠い帝だって通説言うんですが、私ははっきり言ってこれがの字を補って岡の帝であるとして、人々が常に往来する岡の海の島と、今御賀町に未だに島とあります、かつて島と駅がありましたを見ると、この島々の生み出された神代の国土創生、イザナギの命の国生みの頃のことが思われることであると、人丸さん読んでるんですよ。今までの通説の学者さんの解釈はおかしいんです。僕らにとって島とって言ったら御賀町の島とです。そこからまだ人丸さんの時代に岡の海、御賀湾見えてたんですね。その島とを見ると、限界だったから島とを見るとですよ、神代の国土創生のことが思われるって歌ってあるんですね。で、この前11月1日にもまた皆さん紹介しました、いや小野黒島、こう御賀湾にありましたよと、この水巻の殺す絵というところですよと。でそこからこういう遺跡が出てますよということでありましたよね。まあ、この写真おまけです。いや柿の本の人柄さん筑紫に来とるやないですか、これ筑紫の歌でしょ、本当は豊国なんですけどね。はい、その柿の本の阿蘇美人丸が歌集、今度は柿の本の阿蘇美人丸の歌集というのがあるんですね。だから柿の本の人丸さんが直接に読んだんではなくて、人丸さんがこの昔からの和歌の歌集を持ってらっしゃったというわけです。その中の歌にこの歌があるということで、これは人丸さんが直接読んでいないかもしれませんが、これも重要な歌ですね。で、芦原の瑞穂の国は、噛むながらことあげせぬ国、しかれどもことあげぞ我がする、ことさきくまさきくませと、つつがなくさきくいまさば、あらいそなみありてもみんと、ももしげなみ ちしげなみしきに、ことあげすわれはという、こういう歌ですね。3253番です。半歌、こちらは有名です。四季島の大和の国は、言霊の助くる国ぞ、まさきくありこそという歌があります。これどこ読んだかって、ここです。やっぱりこれは昭和38年の九州大学の助教授だった山崎光雄さんが恩賀の土地をボーリング調査しまして、で古代に、縄文時代弥生時代に、ま、海水と真水が混ざった汽水というのがありましてね、この汽水の跡を20メートルから30メートルボーリングしまして、あちこちボーリングして回って、あかつてこの御賀川流域にはこういう入り江が、広大な入り江があったんだということをボーリング調査で証明されたんですね。でこの人がこう御賀湾図っていうから、私こう御賀湾っていうのを撮ってるんです。文化系の癖して意外と理科的なんです。理科的な資料は大事に扱うんです。だ かつて古代にこんな入り江があったんですよと。じゃあ大事なことは、四季島の大和の国は、ここの芦原の瑞穂の国、豊芦原の瑞穂の国、やっぱりここですよと。
先ほどのこれと音楽式土器と関係しますね。稲作の発祥の地って言われてますね。音楽川流域が、こう音楽湾沿岸が、まあ、これやっぱりイザナギの御事がここで歌ってあるし、はい、でこの四季島の大和の国っていうのも絶対に奈良県じゃないですよね。四季島なんですから、当然島なんですから、海の中の島ですよね。これがですね、五感上和殿の犬国が五感の公武帝に使いしましたよという記事、やっぱり11月1日に皆さんの前で出しました。何度も出しております。でこれはちょっと外れますが、31年、これは日本書紀の神武天皇記のところに出てまいります。でですね、まずここのところですが、これは神武天皇というよりは次の多義神美の御事のようですが、国を巡回されます。でアナニア国を得つること、内湯の正木国といえどもなお飽きずのとなめのごときかなという、まあ、こういうことをもたもたわけでありますね。それで初めて秋津島という号ができたんですよと書いてあります。ところがここでまた昔に帰ります。イザナギの御事がこの国を名付けて、大和は浦安の国、桑志鉾の千だる国、しわかみのほつま国と呼んだというんですね。でまた大名無知の狼が名付けておっしゃることには、玉垣の打ちつ国とと言ったわけです。おっしゃったわけです。で実は柳井さんのお庭に玉垣様っていう小さな社がございます。あれも初めて訪れた時に柳井さんに紹介されて、玉垣どっかで聞いたぞと。大名無知の神が祀ってあったんです。玉垣様です。はい。ここですね、やっぱり。次ですよ、にぎはや日の御事、天岩舟のりてうんぬんとありまして、で彼が名付けたのが空光大和の国だ。どれをとってもこの神々が生きてるときはもちろん人間なんでございますが、全部この海に、この海の沿岸に関係する国なんです。大和は浦安の国、玉垣の打ちつ国、空光大和の国、全部同じ場所です。神が入れ替わって、故障が変わっても呼び方が変わっても、大和の国は年がら年中こう恩河湾沿岸の国だったんです。だから私は和国イコール豊国説というのを二十数年も頑張って言い続けてるわけです。奈良県に海ありますかいな。ありません。絶対無理、絶対無理。で先ほど人丸さんが読んでたあの二首はじゃあどうなるんですか、どこを読んだんですか。じゃ人丸さんはやはりこの高温河湾沿岸、この近くにいらっしゃいましたね。もっとはっきり言いましょうか、河原の近くですよね。河原の近くですよね。はい、それでこれ挙げときました。はい、まだ続きます。今日は万葉集長いですよ。万葉集の柿の元の人丸か、これは私が真実の仁徳天皇という本の中でも説明しました。近江の荒れたる都をすぐるとき、柿の元の遊び人丸の作る歌、また柿の元の遊びですよ。まだ天武天皇の記事続きますね。柿の元の遊び猿さんの記事ですね。ところが万葉集になるとこれが全部柿の元の遊び人丸ですね。もう一回いきますよ。人丸は日本書紀、それから食日本紀、立国史では出てこないんですよ。一回も出てこないんですよ。出てくるのは猿さんばっかりと、万葉集になった途端に人丸さんばっかり、両者同じく柿の元の遊び、柿の元の遊び、この繰り返しなんですよ。もう今日はしつこく言いますよ。その歌でこれ読みます。玉田すきうねびの山の、橿原のひじりの宮湯、荒れまし神のことごと、津賀の木のいや次々に、雨の下知らしめしける空光大和を置き、青荷吉奈良山越えて、伊豆方を申しけめか、
甘さかる雛にはあれど、岩走る大海の国の笹波の大津の宮に、雨の下知らしめしけん、スメロキの神の御事の大宮はここと聞けども、大殿はここと言えども、霞たち春日か切れる夏草か茂くなりぬる桃式の大宮どころを見ればさぶしも。半夏笹波の滋賀の唐咲き咲きくあれど、大宮人の船待ちかねつ。笹波の平の大和田よどむとも、昔の人に会わんと思えや。はい、一応訳簡単に言ってあります。玉田助うねびの山の橿原の聖神武天皇の宮以来出現されたスメ神のことごとくが、菅の木のいよいよ聖の位を次々して、雨の下を大雨になったところの空光山と字を変えるとこれです。空光山と恩河湾沿岸を差し置き、青仁吉奈良山を越えて伊豆方を思いになったのだろうか。甘さかる東方ではあるけれど、岩走る近江の国の笹波の大津の宮に、雨の下を大雨になったという慶光天皇の住神の御事の大宮はここと聞くけれども、大殿はここと言うけれども、霞たち春日が霞んでいるからか、夏草が茂くなっているからか、実は涙でぼんやりと霞む桃式の大宮どころを見ると荒廃していることだ。半夏納め歌。笹波の滋賀の唐咲きは昔に変わらずにあるけれど、ここを出たままの大宮人の船を再びここに待ち受けることはできない。笹波の平の大和田は水がよどんで大宮人を待っていても、昔の人に会おうと思うことであろうか、いやそんなことはない。そしてこの時代背景が、神宮皇后軍が押熊の巫女大和武の巫女との孫の軍を滅ぼし、押熊の巫女を受水自殺に追い込んだという4世紀の事実です。現実の歌でございます。これを人丸さんが読んでるわけです。ところが通説の万葉集では、この歌は人心の乱で大友の巫女が大天の軍に負けて山崎で自殺した時の歌だって今まで言い続けたわけです。ところが大友の巫女は山崎で山の中で首吊り自殺です。これ歌はあくまでも受水自殺です。私はこの違いを真実の仁徳天皇で細かく細かく書きました。はい、さあじゃあそれどこですかって、ここです。まず柿の本の人丸さんは玉田助うねびの山がどこかご存知でした。